はい、皆さんこんにちは。今日もアンダイニングやりたいと思います。ですね、昨日終わって今日の朝ですね、ちょっと何かつけたらお母さんから異様なオーラが出るようになってしまいました。それで今日はこの鉄砲の弾を10発もらえたので、これを使って港の工場の中ですねを行ってみたいと思います。釣りでなんか消しておこうかな。雨は大丈夫そうだし、薬を使うと減る水の上限。あ、これか。匂いが嫌いです。これを消しとけばいいかな。よし、これで OK。もう一個消しときましょうか。なんだろう。食事制限。これはいいですね。薬を使うと回復しないのは、これも消しときましょうか。よし。はい、ということで、これでピストルあるうちに、ここの工場の中行きたいと思います。ただ、表にいたやつが復活してた場合は、まずいんですね。もし、復活はしてないかな。復活してないので、さっさと工場の中入りましょう。あ、ここにもなんかあるな。よし、入ろう。で、早速敵がいたと思いますので、銃撃戦が始まります。溜めて、撃つ。はい、これ背後から撃ちましょう。やばいやばい、撃たれた。よいしょ、やばい。もう連打だな、こりゃ。ため撃ちしてる余裕がありませんね。とりあえずこれでいっぱいもらえましたね。よいしょ。あ、ここにも蛇口あるのか。私たちは何で殴るの？誰である？どうしたらいいんだろう。これだな。よし。とりあえずここはいいとして、敵が他にいるかもしれないので、なかなか難しいですね。よいしょ、あ、なんか探したな。ボディ君なんか見つけたぞ。ただ危ないからね。まあ、どんな敵がいるかわかりませんからね。コーディ君これ探してもらって、違うところ探しちゃいましたね。よいしょ、はい、ゴミの山が出てきましたね。あそこにバールはあるな。R はありますね。ちょっと弾の数を見よう。弾あと6発か。6発はきついですね。あ、弾ここで作れる。ここ弾作れますね。やった。そうなのか。ここで作れるんですね。これは嬉しい。もっと早く気づくべきだった。工場で弾が作れますので、ここに持ってきましょう。薬莢とかを。よし、これで OK。敵は今のところいない感じですかね。ログ、フォークリフト。あ、やばいやばい。なんか見つかってる、見つかってる。誰か見てるぞ。誰か見てますね。誰だ？敵いた？あ、いるね。奥にいますね。これはまずい。3人いる。3人、2人か。よいしょ。ただ1人はバットだな。とりあえず、このフォークリフトを動かしてみましょう。ドン。あ、いけますね。これでしゃがんでいけるのかな。よしよしよし、いい感じだ。とりあえずこれをため打ちしてこいつらを倒していこう。あ、やばい、銃だ銃だ。やばい、逃げろ逃げろ逃げろ。銃だ銃だぞ。やばい、撃たれる。コーディ君撃たれる。よいしょ、一人ずつ倒さないとまずいな。よいしょ、一人ずつ。やばい、コーディ君、コーディ君、これもう連打だ。連打で倒そう。危なかった。危なかったですね。コーディ君とアイリンで一個ずつ使いましょうか。よし、これでとりあえずは倒したぞ。どうしたどうした、コーディ君。あ、なんか見つけたのかな。火薬も見つけた。バットはいらない。HP がかなり低くなってますね。コーディ君潜って隠れれるんだ。よいしょ。ピストルばっかいらないですけど、これはまあ後で分解しましょう。火薬の方が重要ですね、これ。よし、さて、もう奥にはいないのかな？よし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 。いやー、怖いな、これ。バールで開けれる。あ、力を合わせないとダメなのか。コーディ君呼ぼう。食べ物がないのが気になるな。どこ行った、コーディ君。ちょっと隠れてないで出てきて。よし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 。あ、コーディ君をつけて、やばいな。お母さんのスタミナがやばい。何も食べれないからな。さあ、これ開けます。さ
さあどうなるどうなる、あ誰かいる、誰かいるぞ。研究、あ研究の人だ。感染薬は感染してない。1本足りてなんかやばいな。なんか工場目的の場所見つけましたけど、裏口の鍵やばい。敵がいるな、敵がいる、敵がいる、敵がいるけど、やばいぞ、これは。武器が何もないな。銃がないのはすげえ心配ですね。アルコール。缶詰。缶詰はお母さん食べれる？食べれない。しゃがんでいくか。しゃがんでこっそり行きましょう。これなんだろう？この機械。この機械は何だろう？あ、これか。キー開けて、電気つきましたね。こっちでなんかある。よし、パールで開ける。やばい、お母さん、体力がない。これ、鍵開けたけど、どうしたらいいんだろう。鍵閉まったのかな？あの机の中身が気になりますね。もう行くしかないですね。よし。よいしょ、どんな攻撃するんだろう、こいつは。あ、スカッタ、スカッタ。当たらなかったぞ。やばいぞ。やばい、お母さんの食料がなくなった。よしよしよし。栽培台ですね、これ。なんてこった。こんなところで栽培か。やばいな、お母さん。もうお腹が空いてますね。コーディ君、あれだ。牛肉の缶詰食べさせよう。よいしょ。ハーブはもういらない。ハーブ育ててる余裕はないですね。さあ、工場来たけど、結局のところ何もできないんですね。この人はな、あ、もう終わりか。取引はできないかな。うん、引っ張るとかできますね。これどうすんだ？この引っ張るのは。さあ、とりあえずお母さんの体力が減っていくだけですので、とりあえず帰りましょう。さあ、お肉がないともうお母さんは死んでしまいますね。さあ、工場、拳銃の弾作れるのがかなり嬉しい。さあ、ここで、ここで、あ、弾だけ作っていきたい。弾だけ作っていきましょう。6発作れますので、6発作っていきましょう。さあ、工場、ついに来ましたね。工場の中で薬見つかると思いきや、見つからない。これはピンチ。お母さんどうやって治すんだ？お母さんが治せません。そして食べ物もやばいぞ。これはまずい。食べ物がないので、どうすることもできませんね。はい。ということで、家に帰ってきました。危なかったですね。コーディ君の体力がないんですけど、そうか。アルコールを手に入れたので、これで少しいけるかもしれませんね。よいしょ。さあ、鉄砲関係は全部分解で構わないと思います。時間がどうかな？ 9 時なので、ちょっと気になりますが。これは分解していっぱい材料を取りましょう。よいしょ。あと1個分解と。いやー、金属類はもう、こっちかなりもらえますね。敵がいっぱい鉄砲くれるので、OK。機械類ももらえますね。よし、これコーディ君食べて。どうしよう、もう寝るか。寝ましょう。ギリギリですので寝たいと思います。よし、さあ寝てと。マイナス10、どうする？ライフが落ちていく。もう仕方ない。寝るしかないですよね。お母さん死なないよね。はい。ということで29日目。これまたか。水分と、現在症状、乱視症状を置き換える。食物が赤の時ライフも、これはまずい。これはまずいな。食物の時はやばいので、できませんね。木は持ってないのかな？さあ、アルコールが増えたのと、これハーブがあるおかげで、薬は作れますね。よいしょ。あとは、あ、まだできてなかったか。あと、包帯。布地が足りない。布は作ってこれるので、布作っていきましょう。症状を消しましょうか。どれが必要かな？水分値が赤色の時マイナス9。
移動速度これかな。これで食料も微妙に増えるんですね。バックパックを直そう。これいいな。消すやつでちょっと、ハーブがないか。消すやつでも体力が増えるので、体力を回復していきましょう。さあ、でも2しかないんですよね。さあ、とりあえず布だな。布を作ろう。さあ、コーディ君もお腹が減ってますので、何かお腹の足しになるものを食べましょうか。水は大丈夫か。これを2つ。あと、水も取って飲ませよう。よし、コーディ君2つぐらい食えば問題ないですよね。あ、食物いっぱいになってるな。さあ、これで OK。あとは、布だな。あ、体力がないマークか、あれは。お腹が空いたのと勘違いしましたね。さあ、ここで布を作ったので、包帯を作っていきましょう。これである程度体力が減ったとしても、なんとか生きていけるかな。やばい、お母さんの食べ物値がないですね。よし、コーディにも使っていく。よいしょ。はい、これでコーディも復活ですね。あ、それとですね、この間雨降ってて何もできなかった時の話なんですけど、こちらの方で本を読むというのが、あ、できるかな？本を読むで、この自己防衛とか手机入門書っていうのを読むことができました。これの使い道わからなかったんですけど、ここで読んであげることによって、コーディ君の少し能力がアップするのかなと思います。アルコール。よし。まあ、これ、日本語はちょっと怪しいんでね、何を言ってるのかよくわかりませんが、これで OK です。経験値ゼロ。なんてこった。さあ、ということで、まだ時間があるので、どうしようかな。これ、裏口の鍵開けたけど、裏口の鍵ってどこなんだろう？食べ物の方が必要かな。キャンピング、あ、通風なの。マジか。ここに来て通風ですね。ハーブ。通風が出てたの知らなかったな。通風来てましたね。しまった。通風がマジか。通風が来て何も動けません。ハーブできてる、できてる、できてる。やった。ハーブがあればなんとかなりますね。よしよしよし。ハーブもこれ種もらえるのかな？さあ、これでもらえればまた増殖できるんですけどね。あ、種もらえてる。もらえてるな。とりあえず今から通風を消して、そして、どうしよう。港のあの船のところ行ってみようかな。船のところにちょっと行ってみようと思います。薬局を持っていこうか悩みますが、とりあえずそこまで飛ばしましょう。はい、とりあえず港に来てみました。裏口の鍵を開けたことによって、ちょっとどうなるのかわからないんですけど、こっちから回ったどこかが開いてるのかもしれませんので、とりあえず見に来ました。特になんか開いてるような感じはありませんね。ゴミがあるので拾っていこう。さあ、これを、あ、これか、缶ですね。さあ、はい、コーディ君来て。どこの扉が開いたのかな？こっちも行けないのか。じゃあ行き止まりですね。じゃあどこなんだろう。どっかの扉、鍵を閉めたのはなんだ？扉を閉めただけなのかな？そしてピッキングツールを忘れてきてしまいましたね。ここに来て。代わりに、薬莢とかは持ってきたので、銃弾を作っていきたいと思います。よし、そしてもう一回工場の奥入ってみるか。さあ、これで6発ですね。プラスされるので、かなり強い。もうこれで多分中の敵全部倒せるんではないかと思います。そしたら、もうちょっとゆっくりと見れるかな。はい、ここもすり抜けて、あ、そうだ、確かマップ見れたな。マップ見て、ここがピッ
キングツールですよね。これも何があるか気になりますが、まあ無理と。で、ここもマップ見てみよう。もうないな。置くしかないですね。敵がここに行ったので、ドアを開けよう。あ、これ、開きますね。よいしょ。さあ、よいしょ。よし、これでだいぶ楽になったぞ。この薬、あ、薬を取ったけど、薬何？あ、これ、これか。ゾンビのやつを、あ、これ破棄しかない。これが目的か。よし、どうだ、どうだ、どうだ。お、薬ゲットした。薬ゲットした。これでお母さん大丈夫なのかな？それとも症状が治まるだけで。どうなんだろう？お母さん大丈夫か？この人らは大丈夫？ご飯が食べれませんからどうしようもないんですけどね。よし、よった。とりあえず目的のものは手に入れましたね。よかった。あとはハーブはまだ育ってない。紫色のこのハーブですね。こっちを見たことはないですね。そうか、やった。とりあえず、これで OK かな。この人は会話変わったりしませんかね。もう打ちましたけどダメですね。変わりませんので、もう行きましょう。さあ、目的のとりあえず薬を手に入れて、間違えた。これダメだ。やめて。ああ、間違えて撃っちゃった。撃っちゃったよ。もったいない。さあ、これでお母さん寝たら良くなるとかありますかね。瓶は持ってきてない。さあ、帰りましょう。もう9時、19時ですからね。やった、これで。抗ウイルス剤を撃ったから OK だな。そうか、きっと、あそこの扉がロック解除しないと開かなかったのかもしれない。よいしょ。でも、裏口ってなってたんですよね。はい、帰りましょう。よし、これでとりあえず一晩待ってみて、薬が効くのかを見てみましょうか。とりあえず分解していこう。お母さんの食物がやばいんですがね、どうしよう。食べ物がないのが気になる。この、そしてこの、薬は持っておく必要があるのかな？わからんな。スコップを直そう。スコップを直して、ハーブの種を植えましょう。ハーブの種、1個植えると2個取れたので、結構いいと思います。こう植えて収穫できれば薬が確実に1個作れますので、こちらの方でだいぶ今直したんですけど、お母さんの症状もう1個しかありませんからね。あ、植えれるのか。ハーブの種がない。預けてしまってるのか。まあいっかなら、とりあえず今日は寝てしまいたいと思います。お母さんの症状これで治るか、ちょっと見てみましょう。さあ、抗ウイルス薬を打って30日を迎えましょう。よいしょ。さあ、なんか始まったかな？あなたを送り出します。これ薬が効いたのかな？さあ、どうだ？お、なんか、これは昔の地下鉄ですね。本読んだ回想シーンみたいなのが始まって、あ、これ銃弾作った時ですね。よいしょ。あ、追っかけられてる。スーパーのところ。あ、スーパーは中入ってない。思い出しましたね。あ、なんかやべえ。むっちゃ追われてる。何これ。なんでゾンビこんないっぱいいるの。村人が全部こんなになっちゃったのか。で、あ、お母さん脱出できた。お母さん脱出できたのかな。さあ、どうなったんでしょうかね。お母さん治ったのか。はい。おう。はい、ということで、エンディングとか、結局どうなったのかわからないですけど、早期アクセスはここまでということで、終わってしまいましたね。ちょっと、薬が効いたか気になりますが、とりあえずもうここからは進めないみたいですので、これぐらいで終わろうと思います。アンダイニング皆様、ありがとうございました。